今日はいい肉の日です。新型コロナが落ち着きを見せ始め、いい肉を楽しめるイベントが2年ぶりに復活しました。鳥取和牛からなんと大仙鶏、最近話題のジビエ、これに配れてます。どうぞお越しください。いい肉の日を前に、道の駅若桜で開催されていたのは肉グルメ&ジビエフェアです。イベント初日となったおとといはあいにくの雨模様でしたが、訪れた人たちは地鶏を使った焼きそばや鹿肉のジンギスカンなどの肉料理を買い求めていました。去年は新型コロナの影響で開催を見送りましたが、イートインスペースを設けずに全てテイクアウトにするなど感染対策をしながら開催されました。久しぶりのイベント再開に出店者の喜びもひとしおです。懐かしい懐かしいですね。こんなんだったもんね。はい、ですね、そういう気持ちですね。肉料理を存分に楽しむことができるこのイベント、今週末は道の駅8棟にて開催される予定です。